して打席には岡本が入ります。いいバッターが続く打順なんで、なんとかしたいですね。ランナー一斉にスタート、セーフ、盗塁成功。初球から決めてきました。この球は外れました。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。そうですね、失投気味でしたが空振りを取ります。ここは絶対抑えたい場面です。ここも見送ってよく選びました。初球は何から入ってくるか、初球ボール球です。打ち上げました、ファウルボール。ここは中間守備ですね、補給してからどこに投球するのか一瞬の判断が難しいところですね。なるほど、そうですか。これは足元への変化球、外野フライすら打たせたくないこの場面、三振、ファウルです。よく見ましたね、選球眼がいいですよ。一点この場面、押し出しで同点となります。ジャイアンツ押し出しで同点、今いい流れが来てますから、得点するならここですね。次は勝負強いバッターですから非常に期待が持てると思いますね。はい、その期待のかかるパーラがバッターボックスです。落としてきましたがこれは外れます。これもインサイド、見送っています。ボール、ここも押し出し、バッターよく我慢しました。しっかりと見極めています。ジャイアンツ押し出しで勝ち越し、3対2、よく選びましたパーラ。大量リード、大量得点で勝ちました。今日は西さん、打撃で圧倒しましたね。本当ですね、打線がよく頑張りましたね。よく打てたと思いますよ、今日は。ジャイアンツ、ここでさあ、ジャイアンツ同点のランナーを背負った場面です。こういった局面で点を与えない投球ができるか、二塁タッチもセーフ、二塁ランナーを気にします。タッチもセーフ、ここも牽制、二塁タッチもセーフ、ファウルです。次が2球目、スライダー、逃げていく変化球、手を出してしまいました。すぐに追い込みました。外の球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば同点、同点のランナーが三塁を回った、ボールは中継、セカンドランナーホームイン、ベイスターズ同点、3対3、ジャイアンツなおもピンチが。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。西さん、両チームよく打ちましたが最後は力勝負に敗れてしまいました。さあ、そして打席にはマルテが入ります。厄介なバッターが続きますね。さあ、なおもピンチが続きます。向こうの攻撃がいい流れになりつつあるんで、ここで断ち切りたいですね。なるほど、そうですよね。セカンド、ライナー掴んでアウト、ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあ、そしてバッターボックスにはボーアが入っています。外の球打った、セカンド取った、一塁アウトでスリーアウト。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。ドラゴンズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。赤星さん、試合を決めたバッター最高の気分なんでしょうね。いやー、これはなかなか味わえない最高の試合。
バッターボックスには糸井が入っています。まあドラゴンズとしては嫌なところで回ってきましたね。さあアウトカウントが1つ増えましたが先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、バッテリーもしっかり警戒していると思いますので無失点で切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですね。4球目は何で来るか。ファウルです。ファウルボールです。変化球打った、高いバウンド、一塁送球、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁と変わります。最低限ランナーを進めてきましたね。さあこの場面でバッターボックスには初球打った、これは大きな打球、入れば先制、入った、ホームラン、マルテ先手を取る一発、ツーランホームラン、ドラゴンズ痛い一発を浴びています。ドラゴンズ先制を許します。2対0になりました。こういう場面で高めっていうのは、まあ、投げてはいけないボールなんですけど、残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。小宮山さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあ、打ちました、これはどうか、セカンドが取る、アウト、ワンアウト。バッターボックス若月、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。インコース詰まりました、ここは打ち上げています。ファーストが構えます、取ってツーアウトです。バッターボックス大城、ツーアウトになっています。さあ1点差ながら勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。インサイド落ちました、これはどうだ、一塁送球、これで3アウト、試合終了になりました。西武ライオンズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。西さん、1点を争う好ゲームでしたね。見ているファンも満足したんじゃないでしょうかね。本当ですね、よく点差を守りましたよね。まあ見ているファンもね、本当に満足して帰れると思いますよ。そのいい流れ、明日も期待。打席には2番バッター安達。ライオンズこの回2点を返されています。さあリードを1点まで迫られ、なおも得点圏に同点のランナーを背負った場面。まあ、一塁ランナーを走らせてはいけませんよ、逆転のランナーですからね。タッチもセーフ、一塁牽制、一塁はセーフ、ボール先行、ランナー動いてくるか。盗塁を警戒しながらの投球になります。スリーボールナッシングです。さあこのカウントランナーはどうするか、これは手が出ないか、ストライクを取ります。スリーボールナッシングからフルカウント、バット外れた、フォアボールを与えます。そうですね、なん大事な場面で力が入ったでしょうか。ところに決まってますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク、外のボール打った、このフライはヒットになりそうだ、ワンバウンドヒットになった、バックホームする、サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、バファローズ逆転しました、4対3、ライオンズさらに三塁一塁のピンチが続きます。西武ライオンズ痛い敗戦となってしまいました。赤星さん、残念ながら敗戦となってしまいました。そうですね、まあただ最後まで粘りを見せましたしね。残念では。さあファイターズ一打勝ち越しのチャンスです。まあここでリードを奪えるかで試合の流れも変わるでしょうね。そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか、バッターボックスには西川が入っています。
初球は大きな変化球、ボールになります。ストレート打った、セカンドが抑えた、一塁へ、一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。まあできればアウトカウント増やしたくなかったですよね。最初は変化球できました。あっと取れない、サードランナーは、サードランナーがホームに帰ってきました。日本ハムファイターズが僅差で勝利を収めました。なんとか振り切りました。登板となりました。ファイターズの守護神秋吉、きっちりここはゼロで抑えなくてはなりません。里崎さん、こういった展開ですとキャッチャーも相当なプレッシャーがかかっていると思うんですが、いかがですか？この展開でプレッシャーかかってるようじゃダメですよね。そうですね、そのあたりさすがプロという感じですね。入れてきました。ファウルになります。インサイド落ちました。これはどうか、ヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッターは DH バレンティン。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。いいところへ決まります。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。引っ掛けさせようかというボール、ランナースタート、打ち上げました。落ちた、ヒットになる。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。中継にボールが送られる、レフト前ヒット、バレンティンヒットが出ました。6番バッター上林、ファイターズ連打でランナーを増やしています。ちょっと系統が裏目に出てる感じなんで、ベンチは考えた方がいいかもしれませんね。さあ勝ち越しのランナーを、タッチもセーフ、はい、初球はストレート決まっています。変化球に思わずバットが出ました。ここはあっという間に追い込んでいます。変化球打った、ショートの右掴んだ、これはどうだ、ホームタッチはアウト。ワンアウトランナーに、はい、さあここでホークスダイソーを送ります。セカンドランナーは周東、ヒットでランナーが帰れば勝ち越しです。まあここからどう抑えるかですね。ただここからが大事ですからね。無失点のまま切り抜けたいですね。そうですよね。さあこの場面でバッターボックスには7番の牧原が入っています。外低め、里崎さん、ゲッツーを狙うときはどういうリードをするんでしょうか。まあインコースを詰まらせるか、もしくはアウトコースを泳がせるか、まあどちらかでゲッツーを狙いたいですよね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。低め、これは外れた、フルカウントになります。このボールは外れてフォアボール。これでワンアウト満塁。最後いいボールでしたけど見極められましたか。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。外へのスライダー、ここは見極めています。ストレート打った、サードの右、レフト前へ抜けていく、ホームへ、サードランナーホームイン、ホークス勝ち越しました。2対1になりました。ファイターズなおも満塁のピンチ。日本ハムファイターズ痛い敗戦となってしまいました。西さん、結局最後まで投打が噛み合わないままゲームセットになってしまいましたね。まあ流れとしては、ね、さあイーグルス得点圏にランナーを置いています。
早いうちに差を詰めておきたいところですから、ここはな。外のボール球打っていった。これは外野へ。セカンドランナースタート。ボールは中継。ワンアウトランナー三塁となりました。まあなんとか進塁打になりましたね。まあこの場面で勝負強い選手に回ってますからね。どう真ん中のボール打った。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーがホームに帰っていきました。イーグルス1点。バッターは7番に入っている銀次。イーグルス同点のランナーが出ています。セーフ。さあ初球は何か。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。さあ2球目は何か。アウトローを外れます。これは低いところに持ってきました。もう1球牽制球。一塁はセーフ。引っ張った。これはどう。あっと取れない。イーグルスチャンスになりました。ワンアウトランナー2塁1塁。さあそして打席には太田が入ります。さあ得点圏には同点のランナーを置いています。早いうちに追いついて勢いをつけたいですよね。低めのボール打った。浅めのフライ。レフトの前に落ちた。同点のランナーが三塁を回った。ホームに送球する。セカンドランナーホームイン。バッターランナー二塁まで進みました。さあそしてバッターボックスには辰巳が入っています。さあチャンスが続きます。ここで勝ち越せれば。初球打ち。一塁送球。大脇はどかったが一塁アウト。イーグルス勝ち越し3対2。さあ楽天イーグルスが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。里崎さん、緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れた。ロメロ。イーグルス同点のランナーが出ています。赤星さん、先ほどはいい形で打線がつながりましたね。まあしっかり狙っていたと思いますね。この調子で追い上げていきたいですよね。そうですね。この勢いをこのまま続けることができるか。いい当たり。これはどうか。三遊間抜ける。これで3連打。ノーアウトランナー2塁1塁。さあそして打席には銀次が入ります。さあ同点のチャンスです。早いうちに追いついて。センターへ。この打球は落ちるか。どうだ。掴んでワンアウト。中継にボールが送られる。ワンアウトランナー二塁一塁。打席には1番バッター太田。イーグルスこの回1点を返しています。さあ1点を追いかけ、なおも同点のチャンスを迎えています。センターへ滑り込んでよく取った。ファインプレー。あわやタイムリーという打球。センターがうまく掴みました。さあそしてバッターボックスには辰巳が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあイーグルスとしてはここで追いついておきたいところですよね。なるほど。そうですね。インサイド打った。セカンド正面取った。一塁アウト。これで3アウト。しかしこの回イーグルス点差を縮めていきます。2回終わって2対1。イーグルスが1点差まで追い上げました。楽天イーグルス痛い敗戦となってしまいました。とても緊張感のある引き締まった内容となりました。あと一歩と残念ではありましたが、さあこのチャンスでバッターボックスにはランナー飛び出している。あっとランナー挟まれた。三塁タッチはアウト。ツーアウトランナー三塁と変わります。